お前は何をするんだ。私は分からない。イエガー先生、お待ちしています。寒い。私ここからどこに向かって帰ればいいの。私にはもう帰る場所がない。この世界は残酷なんだ。寒い。世界は残酷だ。どんな世界でエレンは私に帰る場所を与えてくれた。あったかいだろ。早く帰ろうぜ、俺たちの家に。また戻れるの？あの時に。勝者しか生きることは許されない。残酷な世界。でも私にはこの世界に帰る場所がある。私も調査兵団にする。もうこれ以上家族を失いたくない。どうか死なないで。あなたがいれば私は何でもできる。エレンはどこ？アルミ？アルミ、落ち着いて。今は感傷的になっている場合じゃない。さあ立って。あのミカサ・アルカマ、彼女の働きは波の変身白と透過です。私は強い。あなたたちより強い。すごく強いので、私はあそこの巨人どもを蹴散らすことができる。例えば一人でも。できなければ死ぬだけ。でも勝てば生きる。戦わなければ勝てない。兄だってこと。じゃあ戦わなくちゃダメでしょ。失えば人類にとっては大損害です。怪我はない。おかげさまで。ならすぐに立つ。みんな、今仲間が死んでいる。住民の避難が完了しないから巨人と戦って死んでいる。奴は仲間をたくさん殺しています。行くぞ。まただ、またこれだ。また家族を失った。またこの痛みを思い出して。またここから始めなければいけないのか。もしこんな現実が嫌ならもう一度やり直してみるといい。あなたが望む場所から、その世界では様々な物事があなたの思い通りになるはずだ。しかしそれでもあなたはエレンの死を止めることはできない。なぜならエレンは、そして目が覚めた時、私はエレンの身に起こったことを一つの厳然とした事実として。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。だから何としてでも勝つ。何としてでも生きる。うわあ。Thank you.
エレンはきっとウォールマリアを取り戻し、一匹残らず巨人を駆逐して、そして海を目にするのだろう。それでもきっと歩みを止めることはないのかもしれない。そして私には今誰にもエレンを止めることはできない。それでもいい。エレンがどこへ行こうと私はエレンのそばにいたい。私が願うのはただそれだけだ。大切なのは生き延びること。おばさんが言ってた通り、食べてちゃんと生き残るの。頼もしいぞ。そうだ、一回もでもした方が。待ってください。俺は化け物かもしれませんが、こいつは関係ありません。無関係です。仕方ないでしょ。世界は残酷なんだから。